甘くて美味しいミニトマトってもうこの時点で決まってるって知ってました？ということについて本日はお話します。企業の研究開発の力というのは無視できないってことなんですよね。僕が今一番美味しいミニトマトだと思ってます。僕のように栽培経験が浅い方には特に伝えたいと。はい、サラリーマンが農家になってみたの片本です。僕みたく栽培経験が少なくてもせっかく作るなら甘くて美味しいミニトマトって作りたいですよね。誤解を恐れずに言います。甘いとか美味しいとかってもうないの時点で決まっちゃってるんです。もっと言うならば種の時点で決まってるんです。栽培の腕ももちろん大事なんですけども、今の時代美味しいものを作るには腕だけじゃないんです。まず結論からお話しますね。甘くて美味しいミニトマトを作るには品種選びが大事です。そう、苗の時点、もっと言うならば種の時点で多くの結果は決まってるんです。これは研修生時代に20種類以上のミニトマトの栽培に携わって分かったことです。少し視点を変えて言うと、甘くて美味しいミニトマトを作りたかったら企業の研究開発力を最大限利用しろということです。ちょっと何言ってるか分からないですよね。大丈夫です。これから分かりやすくお話します。僕のように栽培経験が浅い方には特に伝えたいと本気で思ってます。動画の最後には甘くて美味しいミニトマトを作る時のデメリットについてもお話します。やはり世の中美味しい話ばかりじゃないんです。ぜひ最後までご覧ください。僕のミニトマトの栽培経験について少しお話しします。僕の栽培経験年数は4年です。すごく短いです。でも栽培に携わった品種は20種類以上あります。プロ農家さんはどちらかというと品種を絞る傾向にあるので、20種類以上というのは比較的多い方だと思います。試験品種の栽培にも携わったことがあります。多くの品種を栽培して分かったことは品種選びの大切さ、研究開発力の凄さなんです。さて本題の品種選びについてお話していきますね。冒頭にもお伝えしましたが、すでに苗の時点、そして種の時点で甘いだとか美味しいだとか、そういった類のことはほぼ決まってます。例えば僕は去年約10種類のミニトマトを栽培しました。今年はもうちょっと多くの品種を栽培するかもしれません。色は6種類、皮が薄い品種もあればしっかりしている品種もあります。甘みが強いものもあれば酸味が効いているものもあるし、バランスが取れているものもあります。水分量が多い品種もあります。この色も皮の厚みも甘みも酸味も水分量も全部種を作っている種苗メーカーさんがそうなるように研究開発してるんですね。ですからきちんと栽培すればメーカーさんが設計したミニトマトが作れるようになっているということなんです。もちろん栽培技術、いわゆる腕ですよね、とても大事です。これを否定する気は全くありません。僕がここで言いたいのは、今の時代企業の研究開発の力というのは無視できないということなんですよね。僕は2019年の研修生時代に約20種類のミニトマトの栽培に携わりました。そこで一番最初驚いたのがミニトマトそれぞれの個性なんですよね。同じ栽培技術を使って同じ環境で栽培しているのに、できたミニトマトは本当に多種多様で個性的でした。例えばこのミニトマトはホレマルという品種です。僕が今一番美味しいミニトマトだと思ってます。僕のお客様からも一番人気と言っていいほど高い評価を受けています。ホレマルは渡辺農事さんという企業から発売されてます。メーカーのホームページを見ながら話した方が分かりやすいと思うので、ちょっとホームページ見てみましょう。それではメーカーのホームページを見てみます。まず Google の検索窓にホレマルと入れるともうトップに出てきますね。ミニトマトホレマル渡辺農事株式会社、これをクリックします。そうするとまず左上ここですね、野菜作りは品種が決め手と出てますね。メーカーさんも品種選びの重要性については強く言ってるんですね。さて下を見てみるとホレマルのことについていろいろと書いてますね。目指したのは一度食べたら忘れられない、これは一目惚れでいいと思うんですよね。一目惚れじゃなくて一目惚れするミニトマトということで、ただ純粋に美味しいトマトを追求する全ての人に食べてほしいトマトということで書かれてます。これ僕初めて親方の農場で食べた時に思ったんですけども、一度食べてすごく気に入りました。一目惚れっていうのも大げさではないと思います。純粋に美味しいトマトなんですよね。そう思いましたね。多くの人に受け入れられる味だとも思いました。なのでこの通りだと思います。で下スクロールしていくとですね、酸いも甘いも超えた濃厚な味とか、サクサクスナックのような食感とかってありますけども、まあ、ここ書いてますけども、酸味と甘みのバランス、これ本当によく取れてるんですね。これもう嘘じゃないですね。書いてある通りです。
で、あの皮柔らかいんですよね。これがあの美味しさがダイレクトに口の中に伝わるんじゃないかなっていうふうに思います。これもあの設計通りなんだと思うんですよね。そして大きめで食べ応えに自信ありとありますけども、まあ、ちょっと大ぶりのミニトマトです。下に写真出てますけども、ちょっとこの写真だと伝わらないかもしれませんが、真っ赤でですね、ミニトマトの中では少しこう大きなですね、大ぶりなミニトマトなんですね。これもこの通りに作れますね。で、ここに書かれていることは本当嘘じゃなくてですね、親方の農場でもそうなるし、僕の農場でもそうなるんですよね。で、もちろん親方から教わった栽培技術を使って、で、肥料とかそういった資材もほとんど同じものを使ってはいるんですけども、土自体は違いますし、気候もやっぱり微妙に違うんですよね。それでもこのメーカーさんが歌ってるようなミニトマトがちゃんとできるんです。で、これはやっぱりメーカーさんの研究開発の力っていうところもすごく大きいと思うんですよね。で、この下の方にはですね、ミニトマト栽培指南って言って、この作り方がかなり細かく書いてます。もうそれこそ畑の準備だとか、葉種、育苗、もうこういうところも書いてありますし、定食はどうしますですとか、この管理作業はどうするですとか、あとは追肥のことも書かれてますし、収穫については収穫適期ということで写真入りですごく詳細に書かれてますよね。収穫の時間帯といったものも書かれてます。初めてチャレンジする人でも美味しく作れるように基本の栽培方法がちゃんと公表されてるんです。次に僕の農場でホレマルと並ぶ人気品種のフラガールオランジェを題材に紹介します。このフラガールオランジェは細長いオレンジ色の実をつけるミニトマトです。他のミニトマトと大きな違いは濃厚な食感ですね。20種類以上のミニトマトの栽培に携わって全て食べてきましたけども、他に似たような食感っていうのはなかったです。販売傾向としては女性からとにかく人気が高いです。これもメーカーのホームページをちょっと見てみましょう。フラガールオランジェです。こちらもメーカーさんのホームページ開いてますけども、時田種苗さんのトマトですね。 Google の検索窓にフラガールオランジェと入れればトップに出てきます。上に書いてありますね、濃厚な甘さ、フルーツ感覚で食べられるオレンジ色の濃密トマトとありますけども、まあ、先ほどお伝えした通りですね、メーカーさんこのように歌ってます。で、下に特性ってありますけども、オレンジ色の楕円形ですよですとか、濃厚な甘みとバランスの良い酸味は他に並ぶものがない美味しさと、確かにすごく特徴的な味です。食感からしてすごい特徴ですね。あとホレマルと同じように栽培上の注意でしたり、あとは種まきだったり植え付け、土壌条件、まあ、こういったものもしっかり公表されてるんですね。ですからこういったことを目安に栽培をしていけば、ちゃんと濃厚な甘さでフルーツ感覚で食べれるオレンジ色の濃密トマトができるように設計されているということですね。それ以外にも紫で巨峰のような実をつけるトスカーナバイオレットや、黄色くて甘みが強いイエローミミなど、個性的なミニトマトがここに植わっています。この個性も調べればメーカーさんから情報が発信されていて、きちんと作るとそうなります。これが僕が甘くて美味しいミニトマト作りは品種選びからという理由です。ぜひ品種にも目を向けて、いろいろチャレンジしていただければと思います。それでは最後に、個性的なミニトマトを作る上でのデメリットを紹介します。デメリットはズバリ栽培に手間がかかるんです。例えばどんな手間がかかるかというと、まず脇芽ですね。脇芽がたくさん出る品種が多いです。ホレマルやトスカーナバイオレットっていうのは特にその傾向が強いです。あとはアイコのようなロングセラー品種と比べると生育に安定感がないんですよね。例えば異様に脇芽が出たり、異様に花がついたり、あと困っちゃうのはですね、途中でいきなり成長点がなくなっちゃって、それ以上栽培の継続ができなくなることもあるんです。この手の品種がデパートやスーパーにあまり並ばないのも理解できますよね。デパートやスーパーに出荷している農家さんというのは大きな農家さんが多いと思うんで、手間のかかる品種というのはやりたくてもできないと思うんです。どちらかというと僕のような小さな農家や、手間よりも味や個性を優先できる農家さん、もしくは個人で栽培している方、こういった方たちに向いてると思うんですよね。今まさにミニトマト栽培を始めようと思っている方いらっしゃると思います。お店の人に聞くと、安定して栽培できる品種を勧められるかもしれません。それはそれで間違ってはないんですけども、ぜひちょっと調べてみて、美味しさを追求している品種にもぜひチャレンジしてもらいたいと思います。というわけで、本日は甘くて美味しいミニトマトを作るなら品種選びからについてお話しました。皆さんにもお気に入りやおすすめ品種あると思います。ぜひコメント欄から教えてください。本日の動画が面白かったなと思った方、ぜひ高評価ボタンと
そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の紹介まで、さよなら。